河野光平。井上なおや。日本の主砲、世界戦で初の河野光平。起こしてやる最強の相手に、今年最大のビッグサプライズ、河野光平。さあ、圧倒して勝つと話したのは井上尚弥、画面右、たった河野光平。さあ、スーパーフライ級タイトルマッチ、日本人対決の始まりです。運命のゴングが鳴りました。井上尚弥と、そして河野光平、日本人、画面右の井上尚弥です。赤いライン河野光平、緑のこのトランクスです。さあ、ミドルボディ。さあ、具志堅さん、井上サイドから見たポイント、どういうところになりますか？いやもう立ち上がりがやっぱり早いね、スピードがね、はい、はい、いい立ち上がりじゃないですかね。そうですね、はい、いい立ち上がりを見せています。そして長谷川ポイント、この試合どういうところになりますか？まあ、いかに中に入って打ち合えるかで。さあ、右のアッパーも出してきました。一つこのアッパーというのが河野対策として重点的にやってきた部分でもあります。ところをこれポイントにするボンなんですか？右のフックだ。なんと河野光平が出た。河野光平の右、いつもの1ラウンド目よりもかなり動くという意識を。井上尚弥です。あっという間に2分経過。いや、前に出ている河野、今の河野選手の、はい、レース。さあ、ボディーから左、一瞬河野の体がこの試合も交錯します。さあ、細かいパンチは井上尚弥。河野の右は空振りだと話していた井上尚弥、その距離感をこの第1ラウンドで掴んでか。さらに最後強烈なボディー、さらに左ジャブ。ここで第1ラウンド終了。日本人対決、世界成績をご紹介いたします。第1ラウンドの立ち上がり、いや、山中選手、はい、このまず河野の出てきたということもあって、井上君は冷静に、見てましたけど、井上がボディで一つ試合のペースを掴んだ。右のショートアッパー、さあ、河野がボディ、井上尚弥を取られてる。そして井上尚弥、ノーブセンター、右だ右だ、河野の右、左を返した。具志堅さん、はい、これも両者早いラウンドで決めようって。そうですね、河野選手も立ち上がり悪くないですね、もう本当に気持ちが強く出てますね。そうですね、はい、いや、両者がすごい戦いになりました。日本人対決、さあ、前に出る、左のボディ、井上尚弥、少しずつ、少しずつ後半にかけて効いてくると思いますね、はい、感じだと。相手にダメージを蓄積させて、ボディ顔面へのパンチが見えにくくなりますから、そうなんですね、注意するところもね。今は上のパンチを、顔面のパンチを井上尚弥が使ってきます。左の使い方がうまいです。左のジャブですか、はい、はい。さあ、しかし、ボディから今度は左のフック、河野が返します。さらに井上尚弥、右、とにかく今右のそのパンチが強くなった、そう話すように右のボディも出しました。井上が詰めていきます。今度は左のボディを返して河野、両者の距離感。さあ、じわりじわりチャレンジャー河野を追い詰めていくか。右を返してくる、左のボディ、とてつもない音が聞いた。これは聞いている、ボディが聞いている。さあ、前に出て井上が詰める、距離を詰めてくる。井上がさらに攻め込んで、まだボディ、ここで第2弾、両者の1と1が完全に交錯しています。後半にいいボディをもらっちゃったんで、ここからですね、はい、これがどれぐらいのダメージなのか、この1分でどれぐらいか。井上尚弥、4度目の防衛戦、相手は36歳河野光平。そうなんですね、だからボディのダメージっていうのはなかなか引きずりますよ。はい、福永さん、はい、チャンピオンサイドですけれども、指摘をしていますね、はい、ボディから、右のストレートあるいは左フック、この辺りにつなげていこうというその指示です。下だけじゃなくて上も飛んできますからね。そうですね、福永さん、ですよね、これは36歳、福永さん、河野陣営が出てますね。前に出た方が井上はやりづらいという指示が出ています。接近戦へ行けというのはチャレンジャーさん、いや、右のボディ飛び込んでる、右、河野
手、はい、河野選手は何をどうすればこの状況を跳ね返せるんでしょうか。引いたからといって下がればもう、はい、井上君の今も2発ボディを出してきました。河野光平です。ショートアッパー右のボディ、いやー河野も出ます。すごいですね。やっぱり前チャンピオンですからね、はい、防衛できずに WBA のタイトル、それをなくしました。ただそこから WBO、 すぐに世界チャンピオンを取り戻す、そのチャンスを河野光平は得ています。左の深空振り、しっかりと相手の動きを見極めて距離も取ります。そして離れ際からこのボディの受けもしっかりしてますしね、はい、井上チャンピオンもいいですね、はい、まあ、攻め急がなくても当てれる自信も多少はあるんでしょうね。とにかくています。さあ河野はしかし距離を詰めてきた。そして右のフックを出します。第3ラウンド終了。井上尚弥のこの連打、この3ラウンドで圧倒してみせました。さあ第4ラウンドへと入ります。井上尚弥にとって4度目の防衛戦、ただ今年2回戦った防衛戦のその内容には本人は全く納得していません。そんな話を井上尚弥がしていました。ただただ井上は強かった、そう思わせたい、そう思って臨んでいる。いやーコールが出てきた。コールさんの気持ちも強いですね、おそらくこれは山中選手、はい、相当ダメージは出だしの失敗を悔やんでるっていうところもありますよね。そうですね。さあ右、いやいやいや、やっぱり左も行く。チャンピオンというそんな思いで戦いますと、そんな話もしていました。いや、そして長谷川澄さん、ね、河野選手はこういう接近戦で、はい、この戦い方をしないと、でも後半も厳しくなっていくの で、 そうです、ね、距離を詰めて、さあこの距離、この接近戦、ただ接近戦自分はちゃんと対応できるんだ、そう話していた井上尚弥。どうなんでしょうこの距離というのは。まあ、冷静に見てるんで、はい、パンチをもろに食らってるわけではないんで、はい、はい、まあ、全勢いがついてくると思うので、なるほど、まあ、この戦い方でいいと思います。愚直なまでにパンチを重ね、思いを込めたそのパンチ、河野光平的確に強烈な一発一発を打ち込んでくる。出して左、井上尚弥は的確にここはさばいてきます。そして左のボディ、さらにいく、あ、ちょっとこれは効いたか、これは相手にダメージをチクチクさせた。すごい気合入ってますね、はい、具志堅さん、何かこうここ2試合は消化不良の戦いが多かった。パンチを打つ時の思いっきり、 WBO スーパーフライ級タイトルマッチ12ラウンドで行われます。中盤の5ラウンドへと入っています。 9KO というチャンピオン、シルバーのトランクス井上尚弥、世界タイトルをかけた戦いはこれが10度目。今は右のこのアッパーというのが一つ1ラウンド目からね、はい、いいちょこちょこうまく使っていけという指示はずっと出ていますね。あ、そうですか。でそして相手に打たせて、はい、そしてカウンターを取っていけと、なるほど、そういう指示が出ています、はい、そして左のジャブで作っていけと、はい、井上はその後右で合わせてこないから心配せずに左のジャブで作る、まず入りづらくなりますからね。そうですね、ちょっと悩むところです。接近したい、いや接近して、そして右、そして左、長谷川澄さん、はい、河野行ってますよね。いや、河野選手来るようになってきました。もう一回ジャブから組み立て直しましたね、井上選手。あ、そうですね、はい、河野さんは井上君相手にこれしかない、いや覚悟決めた、その男の、そのこのボクシングスタイル、河野光平、破壊力のあるパンチが打てるようになったと河野話します。その河野、今は右が2発、第5ラウンド終了。河野光平の意地が井上尚弥を捉えて、すごい世界タイトルマッチになってきました。山中選手、はい、アッパーから一つリズム直やというラウンドでしたが、そ、ね、れでも前に出てくる河野さんに対していろいろ考えながら戦ってるんで、はい、23歳と、そして史上最強の体になった。今のラウンド、この河野選手が戦ってきた中で一番いいラウンドだったと思いますよ、あ、そうですか。今のラウンドを続けていこうという声が飛んでいました、はい、そしてまた前に出ます。河野が前に出てきた、ね、河野光平は立てるか、河野光平は立てるか、戸が進む、立ち上がった河野は、さあ井上尚弥、肘が残った、肘
手。河野は耐えられた。井上は剣が右だ。井上尚弥テクニカルノックアウト勝利。魂進めました。あ、ようやく今河野光平が状態を、すごいテクニカルノックアウトシーンでした。そうですね、やっぱり右のストレートが的確に当たりましたね。世界戦名勝負になりましたね。本当ですね、まあ自分の予想以上です。井上尚弥の腰に WBO スーパーフライ級のベルトが。